わ、めっちゃまるさい。さらに女性のお子さん、いろいろのさい。沖縄一、ハンサムな水着になるって言われてます。ぜひね、終わった後一緒になるので記念撮影、最高のいい記念になるはず。まず、言葉の若さとこ、ご覧にこしょう。驚かないでくださいよ。はい、梅吉、はい、出発願います。素晴らしい水着です。よくね、乗ってもらってもお父さん、お父さん、これを見て、うちの子供より、よほど来ますね、ってね、その場面、これで何回でもあるはず。で、皆さんね、水牛ってくらいだから、暑さに強い動物と思ったら、なんと、暑さに弱いんです。で、また、寒さに弱い、デリケートなんだもん。で、水牛って、なんと40度近くなんだ。常にブレーキで、下手なブレーキね。でも、あと、5年もしたら、もう一回皆さん来てるんだから、梅吉、まだ立派な体になって、角も立派になってるはず。その時は最高のブレーキをかけると思うんでね、今日は下手なブレーキ見てみましょう。角を利用してブレーキをかけます。角でね、ちょっと頭を上に上がらない、あの角でクラブだけブレーキをかけてます。さあ、それを見てもらいましょう。はい、話終わったよ。話がこれ出てきます。変わりぬちんだらかぬしゃまゆ、また変わりぬちんだらかぬしゃまよ。はい、これがね、23番のうちのこれが1番です。さっき言うただったのに。